ですね、念願のコーナシサロンにやってまいりました。イエーイ。はい、実はですね、これはね、ロシアにいる時からもうずっと早くやりたい、早く来たいって思っていたものなんですけども、コーナシサロンっていうのはちょっと馴染みないかもしれないんですが、実はね、最近大阪では流行りつつあるものなんですけど、株式会社シェリさんのパーソナルバレエさんがやっておられるものになりまして、痛くないコーナシストレッチっていうものになります。そもそもこのコーダシストレッチっていうのは、私がね、よくスポーツローションとかを紹介させていただいている神奈川県の生態オアシス相模大野の加賀美先生と、あとインスタで有名な原田真美さんっていう方が共同監修されたものみたいで、本当にね、パーソナルバレエさんのインスタでビフォーアフターみたいな写真が載ってるんですけど、それを見たら本当にめっちゃ効果が出ているんですよ。普段は大人バレエの方とかをやられてるみたいなんですけど、私も左足は結構伸びる方なんですけど、右足がもともと三角骨がちょっと痛かったこともあって、まあ、手術してそれ取った後もちょっと伸びにくいっていうような状態にあるので、今回はね、どれくらい変わるかやってもらいたいと思います。緊張っていうかドキドキしているんですけど、ビフォーアフター楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、それではね、早速やってもらいたいと思います。今日ね、担当してくださるほのかさんです。お願いします。めちゃくちゃ可愛いで、こっちには琴恵先生もいらっしゃいます。シェリバレエの琴恵です。春田琴恵です。ほのかさんはバレエをね、やってらっしゃって、今は理学療法士になるための勉強をね、してらっしゃるんですよね。というね、頼もしい、バレエのこともすごくよく知ってくださってる方にやってもらうので安心かなって思います。で、私冒頭で痛くないって言い切っちゃったんですけど、実際のところはどうですか？痛くないです。痛くないけど、たまになんかめっちゃ硬い方とかで、ちょっと痛みが引っ張っちゃったりして寝るときは、ゆっくりちょっとずつやったりとか、先にマッサージして緩めてあげたりとかっていう感じで、痛くないように。すごい。今の私の悩みは、左はもう床につくんですよ。でも右はちょっと硬いって感じ。なので、それがどう変化するかっていうところを、今日は楽しみに見てもらいたいと思います。ほのか先生、お願いします。お願いします。楽しみまずそのまま今の状態を伸ばしてもらって、結構左右差がやっぱりあるので、今左足めちゃめちゃもうすごいめちゃめちゃ綺麗に、これはもうめちゃ綺麗、めっちゃ、でもこう見たらすごい綺麗右がめっちゃ頑張ればつくけど、じゃあ、あえて左から行っちゃいましょうか。めっちゃ左を伸ばしてもらって、うん、これ以上、それは嬉しいじゃあ力抜いてもらって、はい、でイメージ的には足のこの辺にいっぱいあるちっちゃい骨の間を緩めてあげて、なんか行きたい方にちょっとずつ持っていくっていう感じなんですけど、膝は全然浮いてもらって、ああよりこう、そっちからの振動が伝わるので大丈夫ね、気持ちいい。そう、すでに気持ちいい、気持ちいいっていう感じ。痛くないですか？痛くないなんかいつも自分でグイグイってやってるんですけど、なんかそれってやっぱりこう限界があるというか、なんか防御反応が出るんですよね、そういうの。そうそうそう、ね、自分でやると、なんか今まで伸びてなかった皮膚まで伸びてるって感じでもなんか今まで伸びてたところと違うところが伸びてるっておっしゃってくださるお客様も結構多いです。なんか特に大人の方だと伸ばし方もわからないって方とかも結構ね、ご質問いただいたりとかするんですけど、これやってもらうとこう、あ、ここ伸ばせばいいやっていうのもなんかわかる気がします。ここになんか隙間が空いてきたみたいな。でもそんなイメージです。私も初めてやってもらったのが加賀美先生で、なんか本当に真央ちゃんの言ってるのと同じ感じで皮膚が伸びていってるって、なんかあれ、なんか徐々にってなってそれが大阪でもやってもらえるなんて、そう、加賀美先生体一つしかないかな今だって私足裏も全然伸ばせますこれ以上いかないような気がして来たんですけど、なんかもうこのMP っていう感じのところまでついてます今もうこれ以上なんか行く押せなくない
はない。床邪魔してる。床が忙しくはない。床も痛いぐらい。やばい。なんかもうこ、指と腹が出てる。綺麗。右はこんな感じで。この親指の骨1個分ぐらい変わったかなって感じ。さらなる作業さが。なんかだってここの骨なんか出っ張ってますね。出てきた。出てきてる。なんか骨が出てきたぞ。私の内向が出てきてる。うん、結構無理やり伸ばしちゃってる人とかが、うんうんうん、なんか痛くなく自然と伸ばせるようになるから、うんうん、三角骨とかが痛くなくなったっていう方とかがいてたりとか、そうなんかこう足首の突っ張りがなくなったとか、私とかだったら逆に土踏まずがその後のレッスンすごいつるようになって、そう土踏まずを正しく使えるようになったっていう感じです。じゃあその後に MDM を履いて鍛えるってことですね。その通りです。私なんか逆にこっちに行っちゃいそうで怖いかも。なんかもうこっちにこう行っちゃいそう。かかとめっちゃ高くなってるからバランスの位置もちょっと変わるし、こうかかとロックできる感じがします。本当だ。なんかいつもはここら辺でちょっとグラグラしてるんですけど、うん、かかとロックして立てるって感じがします。めっちゃいい。めっちゃいいってアホみたいな。子供たちにも持ってやってもらいたいなって。痛すぎるとやっぱ子供って痛がりの子も多いので、うん、そんな思いで甲出しサロンを大阪に持ってきました。持って生まれたものだからね、うん、何も苦労しなくても伸ばせてるロシア人とか見ると、自分こんなめっちゃ頑張ってやってんのに骨砕けちったんやもんね。そうそうそう、骨砕けるまで押したのに。はい。その中でもやっぱり私は足首伸ばすことめっちゃ大事やと普段から思ってて、足首伸ばすことでやっぱりね、こう出てるように見えるから、もうすでに柔らかくなってるのを感じる。感じます。親指ついてる。親指ついてる。痛くないですか？痛くないです。全然痛くないです。気持ちいい。むしろ気持ちいいって皆さん言ってくださるんですよ。伸ばし方が分かるようになって、あ、ここまでこうやって伸ばせばいいんだっていうのが分かるようになるから、意外と1回2回もう3回ぐらいやったら確実やね。割と早い人でここまでできるんだって脳みそと体が覚えちゃうと、時間が経っても割と思い出す。すごい。1回やってみます。おー、一緒っぽくなってますよ、ね。うん、え、だって左もさらに左は指の腹さんが着陸してる。しかもそんなめっちゃ力入れてるわけじゃなくて、今なんか楽に伸ばせるようになったって言ってくださる方も結構多いです。え、すごい嬉しすぎる。テンションがマックスです。嬉しい。綺麗。え、嬉しすぎます。しかもこのアキレスを使わない伸ばし方でもめっちゃ伸びる。 それを提唱していきたいぐらい。これがアキレス腱使った伸ばし方で、でこれが使ってない伸ばし方なんですけど、同じぐらい伸びてる気がする。すごい。いつもはちょっとこのこっちからこっちにするとこうなっちゃうんですけど、それが今はアキレス使わなくてもめっちゃギュンギュンに伸びてる状態。めちゃくちゃ伸びてる。すごーい。すごい、ありがとうございます。すごい。ゴッドハンド。ありがとうございます。おお、右がまさかのこんな、え、すごい。こんなところまで行ったの初めてです。すごい。いつもは多分これぐらい。さっき左より全然右が下やった。すごい。単純やば。単純やば。めっちゃ嬉しいです。私も同じ感じになりました。えってなって、え、すごい。すごいです。すごいです。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。
してます。もうここだったらマジで、見て全部足が出ついてる。これ膝伸ばしてるんですよ今。本当にモノのだって10分ぐらいですよね、うん、それに対するケアとかはやるんですけども、実際こう出しをする時間は定着してほしいので、月に2回だったり3回、うん、まあ、2ヶ月ぐらいで3、4回は絶対来ていただきたいなっていうのはあるんですけど、でも、まあ、真央ちゃんはやっぱ柔らかい方だね。めちゃめちゃ反応が良かったですね、うんうん、なんか反応がそんなに早くなかったりとか、硬い、もともとめっちゃ硬い方とかは全然10分じゃなくて20分とかだったりする方もおられるのは、うんうん、まあ、そういう方はね、毎月1回でも2回でも来ていただいて継続していただくという形で、ね、してくださってる方は本当に最初のリフォームも全然変わってきているので。なるほどなるほど、まあ、それもやっぱあのパーソナルだからこそ1対1で向き合ってもらえるので、長くもできるし、最後意外にすぐ終わったっていうのもあるし、それもパーソナルバレーならではですよね。なんか他の悩みとかがあったら相談してもらったり、まあね、ストレッチとか痛みとか、あとはなんかマスターストレッチとかもできたりもしますし、いろいろ先生にご相談いただけたらと思います。はい、ということでもう感動の結果だったんですけど、私的には。皆さんどうでしたでしょうか。さんくさく聞こえちゃうかもしれないけど本当にすごかったので、皆さんよかったら試されてみてください。てかみんなに試してほしいですね。なんかコウの悩み持ってる方ってやっぱ多いと思うんですよ。そのコウがない方はもちろん、コウがあっても伸びなかったら結局使い切れないと思うので、大人も子供も関係なく試してもらえたらなと思います。このコウ出しサロンをやっているパーソナルバレーさんは今日の概要欄にあるインスタの方から予約を受け付けているみたいなので、皆さんぜひチェックしてみてください。そしてね、今は大阪だけなんですけど、今後は東京にも展開していくみたいなので、東京の皆様もお待ちください。はい、ということで今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらぜひグッドボタン、そしてまだの方チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。